ハリケーンは進路を北北西に変え、パランパタウンに接近しています。解決っていうと、つまり、ハリケーン嫌いなの？僕は好きだな。好きだって？そんなのおかしいよ。そう？考えてもごらんよ、ハリケーンが来たら。みんな吹き飛ばされちゃうよ。建物の中にいれば大丈夫さ。そんなことない、建物だって。吹き飛ばされちゃうよ。心配性だな。だったら地下室に隠れてたら？地下室に隠れても。あー、助けて。出られなくなっちゃう。なるほどなるほど。そうかもね。そうなんだ、ハリケーンが来る。大変だ。でも学校が休校になる。は、そうか。まだハリケーンのこと嫌い？いいね、ハリケーン。イエーイ、早く来い来い、ハリケーン。ゴー。ハリケーンが来てるのにテスト？うん、はい、夜鍋して一生懸命作ってきました。妻も協力してくれました。かなりの自信作です。先生珍しく自信たっぷり。うん、これでやめようなんて言ったらかなり傷つくだろうな。私に任せて。あの、シャイマン先生。なんでしょう、サニーちゃん。風がひどくなって家に帰れなくなったらどうしたらいいんでしょう。そうですね。そうだ、その時はみんなで体育館に泊まりましょう。合宿みたいで楽しいですよ。体育館？楽しくない。っていうか分かってない。うんうん。じゃあみんな教科書とノートをしまってください。先生、本当にこのままテストをするんですか？外はこんなんですよ。待てー、すごい風です。ん？誰です？廊下を走るのは。待てー、待てー。どうしたのかしら。ヒッポ先生、私たちも早退していいんでしょうか？もちろんです。ハリケーンも接近してるし、急いで家に帰りなさい。はーい、先生さようなら。はい、さようなら。あー、私と妻の自信作が。待て、それキャッチ。楽しい。ハリケーンのおかげで学校は休校。そう、今町は大変な状況です。これがハリケーンだ。楽しい。ハリケーン風情。わーい、楽しい。
ハリケーンって楽しい。シャイマン先生、試験用紙拾えたかしら。たとえ拾ってきてもぐしゃぐしゃになっていて使い物にならないだろうな。ねえねえ、せっかく学校が休みになったんだからどっか遊びに行かない？うん、いいね。どう？いいかも。いいね。でももう閉まってる。なんだ、じゃあ家にいるしかないか。だったら誰かの家に行って遊ぶってのは？いいね。あれ、ねえ PJ、今日って何曜日だっけ？忘れたの、水曜日だもんね。もんね、忘れてるのは PJ の方だよ。 PJ、今日 DJ 対決の日じゃない？うん、パラッパタウンイベント情報にも書いてある。本当だ。ああ、そうだった、忘れてた。よかったじゃないか、PJ。今日が木曜日だったら取り返しがつかないことになってたんだし。重い。よし、じゃあ今夜は PJ の DJ 対決をみんなで見に行こう。賛成！チェリーパイ。ハリケーンに乗じてパラッパタウンを恐怖のどん底に落とし入れてやるケーステン。どうやって？そうだな。キャスター、これだカスター。なになに？水曜の夜？今夜だけさ、クラブで何かやるらしい。大勢人が集まってくる。そこでイエーイ、これこそ恐怖だ。やったやったやった。大丈夫かな、看板。グラグラしてるわ。僕直してくる。だったら看板を押さえる役が必要だな。マットが押さえるの？大きなお世話かもしれないけど、私も行く。じゃあみんなで行きましょう。いいね、パチパチパチ。やったぜ、キャスター。どこだ、ここは、キャスター。しっかり見ろよ。あ、なんだ。来た来た。どこだ、どこだ、どこだ。なんか変な声した。気にしなくていいんじゃない。怖くなるもんね。照らすよ、照らすよ。どうなってんだ、カスター。知るかい。お、あそこが入り口だ。行くぞ。ああ、こんなもんかな。あとはここを。PJ、 PJ 何してんだ。今からファンに手を振る練習。下がらないんだ。え、つっちゃったみたい。あ、ごめん PJ、 今夜の DJ 対決までに治りそう？だ、大変だ。PJ、 大丈夫。大
丈夫じゃないわよ、こんな状態で DJ 対決なんてしちゃダメだよ。心配しないで。おお。あれが相手の DJ ね。うん。僕、対決を延期してくれるように頼んでくる。あ、やめて、パラッパ。だって僕の真剣な顔を見ればわかるよね。え、いつもと変わらない。真剣だよね。うわあ、わからない。オッケー、PJ、もう止めない。でも、くれぐれも無理だけはするなよ。うん、ありがとう。やっぱりやめさせた方がよくない？って私たちが言っても無理よ。にあったガスタン。それより急がないと DJ 対決が始まるぞ。分かってる。おお、ここだガスタン。お待たせ、イエーイ。じゃあ早速 DJ 対決始めるよ。ガガガオ。まずゲストから遠いところパラッパタグにウェルカム DJ アイスマン。すかしてない。そしてみんなよく知ってるような我らがヒーロー DJ TJ。 さすが PJ の人気は絶大だな。でも右手がつってるとは気づいてない。なお、この対決の勝者を決めるのは観客の君たちのリアクション。だから遠慮しないで踊りまくりまくってくれ。イエー。まずアイスマンからカモン。とは全然違う。でも大丈夫、絶対 PJ が勝つわよ。 PJ を信じましょう。PJ には怒られるかもしれないけど、停電になれば、うん、停電だ。これじゃあ DJ 対決は中止だ。これしかない。えい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 。何してんの？いや、あ、手伝おうか。いい。どっちが勝つかな。俺は PJ だと思うな。でもアイスマンも手強いぜ。俺は PJ だと思うな。どうしてこんなところに出る？俺だってわかんない。BJ! あ、あ、あ、
のどん底に落とし入れられるとも知らずに。じゃあ始めるか。ドアーやったー。どうした、見ろ。あ、つまりだ。恐怖のどん底ゲスト作戦変更だ。ガス。あれ、僕まだ何もしてないのに。やった、これで DJ 対決は中止だわ。うん、ふう。んやる気だわ。よし、 DJ 対決再開だ。ガスガスガス、今頃阿鼻叫喚だろうな、ガスさん。それより早く出口を塞がないと。分かってる。お、ここだ、ガスさん。もう一息。やがった、さ、再開だ。イエーイイエーイ、ぶっ飛ばしてよ、DJ。 手を離せ、やった。離れないかった。Are you ready, DJ? OK。 みんな、いよいよクラブファンで自慢のスター DJ TJ デリの登場。これで負けか。そんな、 PJ、 PJ。 PJ にレコードを渡さなくちゃ。あ、やった、レコードだ、 PJ。 はい。わお、ごきげん。すごいわ、パラッパ。いや、うん、なんだ、あれ換気扇だったのか。まあいいや。外はハリケーンなんだし。お願い、 PJ。 わかった。
誕生日がやってくるね。マットは何歳になるかって、それはマットに聞いてよ。はい、マットです。僕が今度の誕生日でいくつになるのかって、それはね、次回は。いいね、スペクタクル。じゃあね。